えっと、まあ今日冒頭で何をお話しようかなと思ってて、実はあんまりちゃんとしたことが思いつかないんですけど、<laughs> いや正直言えばそうなんですが、あの、まあウクライナのことに加えて、まあイスラエルのことが出てきてしまったので、<coughs> あの、まあいくつも まあ私のようなものでもこう疑問というかまあ違和感を持つことを含めてどうううななんだろうなっていうこといこはありますあの今のガザーという場所の状況というのはこれはイスラエルが220万人の人口に対して南部へ避難しろと言ってその南部も含めて。 ガズ地域に激しい空爆を繰り広げているという段階ですねあのあれ誤解しない方がいいと思うのは地上侵攻をするかしないか地上侵攻をしないとイスラエルは何もしないのかというとそんなことは全然なくて爆発、えー、か,か爆弾を落としてますよねうん。 だからそれはそういうふうに今もう戦闘状態なんだということもちろんハマスがやったことっていうのは、えー、これはもう本当に絶対に許されない戦争犯罪だと思いますけれどもただあのそのことを言う,に関し言,う言う場合にですねあのグテーレスさんが 国連でおっしゃったこと、事務総長のグテーレスさんが <laughs> 言われたことっていうのはとても大事じゃないかなと思ってます。<coughs> で、グテーレスさんはこんなこと言ってますね。100万人以上の人々に対して避難所も食料も水も医薬品も燃料もないガザ南部に避難するようを命じ、その上で南部を爆撃し続けることは、 民間人の保護に反する。うん、これ今日本のメディアでイスラエルが今何をしているかということに関して伝えられていることとちょっと違う内容でしょこれはやっぱり地上侵攻はまだしていないけれども空爆の形でガザの人々の命を奪い続けている。 あのハマスの拠点だとかなんとかいろいろあるかもしれませんが、えー、この状態の中でガザで取材しているいろ、まあ、んなジャーナリストの報告というかそこから出てくる情報を見ればごく普通の一般人ち、まあ、っちゃい子を含めてね、まあ、ガザは平均年齢非常に若いそうですから子ども まあ小さい子を含めて子どもがいっぱい死んでるわけですよね <coughs> その状況というのは実はちゃんと適切にテレビの画面の中で表現されてるんだろうかっていう、まあ、懸念があります。うん、グテエレスさんはこういうふういいふにも言っている。 ガザで見られる明白な国際人道法違反を深く憂慮しているで、武力紛争のいかなる当事者も国際人道法を超越するものではない、えー、国際人道法に違反することをやることは、そうしたことを行うのは、どういう場合でもその正当化しえないということをおっしゃっている、これイスラエルに対して言っているわけですよね。 それからここが、えー、実は一番厳しいところなんですけど <coughs> あのイスラエルの外務大臣でしたかあるいは国連の大臣でしたかあのグテーレスさんの辞任を要求し,たしてますよね、うん、あのグテーレスさんの発言にものすごく反発したんですがこの部分だと思います。 えー、今回の軍事衝突のきっかけとなった今月7日のハマスによるイスラエルの攻撃についてこういうふうに言っている何もない状況で急に起こったわけではないっていうふうには、えーまあ、つまりちょっと強めに意訳,訳すれば解釈すれば、えー、ハマスがこう攻撃というか軍事行動を起こすのも理由があるのだということですね。 これなかなか言えないことですよなな <laughs> なかなか言えないしこれ単独でこれだけ行っ,ったのでは、まあ、誤解を招く可能性があるような、まあ、そういうものじゃないかなと思います <coughs> ただ、まあ、イスラエルが今、まあ、まさにやっていること避難所もない食料もない水もない医薬品もない 燃料もないまああのごく一部その救援物資がトラック何台分かであの入ってはいるようですけれども、えー、とても100万人単位の人をその人たちの生活を確保するに足りないということだと思うんですね。で <coughs> で続けてこういうふうに言っていますパレスチナの人々は56年間息の詰まる占領下に置かれてきたこの何もない状況で急に起こったわけではないというのその何もない状況というのは何かということですね56年間息の詰まる占領下に置かれてきた自分たちの土地を入植によって少しずつ失いこれ今西岸地区で行われていることですね暴力に苦しんできた 経済は遺骨されてきた人々は家を追われ破壊されてきたそうした苦境を政治的に解決することへの希望は消えつつある、まあ、ここまでまあ言っているわけですよねこの56年間パレスチナの人たちはいわば牢獄のような状況に置かれているというこの56年前にあったのは、まあ、当然ですけど、えー、第3次中東戦争ですよね、えー、6日間戦争っていわれる まあ、イスラエルが、まあ、先制攻撃というか、えー、エジプト、シリアそれからヨルダンからイラクですかねこういうところの、えーまあ、航空基地を先制的に攻撃して空軍をほとんど壊滅させて、えーまあ、あっという間に 各地を占領したというあの戦争のことですね <laughs> これによってそれまでエジプトエジプトは入りますねエジプトの領だったガザそれからシリア領だったゴラン高原、えー、エジプトはもう一つシナイ半島も入りますねそれからヨル,ヨルダンの、えー、いわゆる西岸地域こういうところをお占領して まあ今に至っているかそのオスロ合意というのはありますけどもずっと、えー、ガザなんかまさにそういう状況にあるということです。<coughs> だその状況があって、まあ、国連の中で何度も、まあ、避難決議のようなまあまあほとんどアメリカが拒否権を使って、えー ストップしちゃうわけですけれど、えー、まあ世界国際的に非難を浴びて浴び続けていながらイスラエルはそうした動きをやめなかったということですね。うんまあまあ、グティールさんもあの 一応最後にこういうことも言って同時にパレスチナの人々が怒っているからといってハマスによるおぞましい襲撃が正当化されるわけではないまたおぞましい襲撃を受けたからといってパレスチナの人々に対する集団的懲罰が正当化されるわけではない、うん、まあ集団的懲罰をイスラエルは加えようとしているんだよと。 まあ何ていうかな国連はすごい力を失っているとか、えーまあ、特に安全保障理事会に関しては常任理事国の拒否権の問題で機能しないじゃないかと、まあ、実際そういうものをこの間見せつけられましたけれどもでもそうロシアが出したものをアメリカが しアメリカが出したものをロシアが否決するというね、うん、毎度の形ですか <laughs>、えー、確かに安保理はこう全然ダメダメなんですけど <laughs> なんですけどグテーレスさんのこの発言を見ると、えー、国連はまだ正気を保っているっていう感覚。 をちょっと覚えますね、うん、イスラエルは、まあ、いろんな歴史的な経緯があったとしても何をしてもいいわけじゃないんだぞということをもっと具体的にあの表現しているメッセージなので <coughs> まあなんとかこの意図を組んで行動してもらいたいものだと思いますがただどうも状況はそんな ことを言っっててられなないようになってきてます、ねまあ人質をハマスが、まあ、200人とか220人とか言ってますが、えー、抑えていて、えー、それを使って、えー、イスラエル軍の地上侵攻を遅れさせているというのが現在の状況です。でところが その間にも例えばヒズボラっていう、まあ、イスラム教のシーア派の軍事組織ですけど、えー、レバノンにいるわけですけどもこの人たちが、えー、イスラエルの北部を攻撃し始めているとでそのバックにイランがいるので、えー、そのイランに対して警告の意味を含む 攻撃をもうすでにアメリカが行ったということのようですね。これシリア領内にある、うんまあ、ヒズボラの基地とかそういうところなんじゃないかと思いますが <coughs> アメリカがもう軍事行動を開始しちゃいました。ちょっとね、この先に何が出てくるのか、えー、本当に怖い。 怖いです <laughs>、えー、まあ、うん、人一がねあの公開処刑されるようなものを見ることになるのかどうかわかりませんけどもまあその辺でまあハマスにもなんとか正気を取り戻してもらいたいと思いますけどし。思いますし <laughs> えー イスラエル軍は地上侵攻をまあ諦めてもらえるといいんですけどねなんかまたちょっと妥協的な話がいろいろ出てきてますねやっぱ困ってるんだと思いますね今地上侵攻すればもう世界中からもうとてつもない批判を浴びることはもう火を見るよりも明らかでただイスラエル国内のその噴満やり方ない状況で 政治家が軍隊を動かそうとしているのはこれはもう止めようがないような力になっていると思うんですがそのもとでしかし人質を捉えているどうしたらいいんだろうなんかちょっと変なと斜め下ぐらいのところからですけどあの情報としてイスラエル軍がその地上侵攻の そのフル規格じゃなくて、どう言ったらいいのか、ちょっとマイルドなあの地上侵攻にとどめるっていう案がどうもあるような、つまり国際的な批判は交わしつつ、国内の国民の留飲は下げると。あるいはネタニヤフ政権の政策は あそのままま、うん、んていうんでしょうかあの行使しうるという状態に持っていこうとしてるんじゃないか <laughs>、うん、まあ妥協案を探っていってこれ以上の血が流れない形で、まあ、少なくとも、うん、一時的に停戦でもねあの実現すればいいんですが。 これウクライナとは全く違う状況なんですけど、えー、より困難かもしれませんがなんとか停戦に至ればというふうに思ってます <coughs> えー、っと今お話した内容に関してははやっいただいた <laughs>、えー、私がまぐまぐさんから出させていただいてます 2つのメルバガの中に内容として反映させたいと思います、えー、有料のメルバガですので恐縮なんですが、えー、もしよろしければご覧ください、えー、というところで今日の1曲目に参りたいと思いますえっ、ー、と「リー・モルガン」で「テイク12」